平野紫仕様、お散歩動画が話題。デートの続き見たい偶然で会いたいの声。ジャニーズ事務所に所属する平野仕様が、自身の公式インスタグラムでお散歩動画を公開し、ファンの間で大きな話題となっている。そのカジュアルなスタイルと魅力的な後ろ姿により、デートの続き見たい、との声が上がる一方で、偶然で会いたい、との願望も広がっている。 この記事では、平野紫耀のお散歩動画に対する反響と、彼がファンに与える特別な魅力に迫っていく。ジャニーズ事務所の人気アイドル、平野紫耀が自身の SNS を通じて公開したお散歩動画が、ファンの心を捉えて話さない。その動画は、白の T シャツとデニムに白いスニーカー。 サングラスを合わせたラフなスタイルで線路沿いを歩く平野の姿が捉えられている。後ろ姿やうつむく横顔が美しく、ファンからは賞賛の嵐とともにデートの続き見たい、彼氏感がたまらない、親近感がある、といった賞賛の声が続々と寄せられている。 このお散歩動画が公開される前にも、平野潮は先月30日にカフェでレモネードを飲むショットを投稿し、それがデートしてるみたい、と話題になるなど、常にファンの関心を集めてきた。しかし、今回の動画はそれをさらに超える反響を呼び起こしており、熱中紫王というハッシュタグがツイッターでトレンド入りするほどだった。 彼のファンからの熱いサポートが示すように、平野仕様の魅力には何か特別なものがあるのだろうか。平野仕様といえば、ジャニーズ事務所内でもトップクラスの人気を誇るアイドルであり、そのステージパフォーマンスや演技力は多くの人々を魅了してきた。しかし、彼の魅力はひとえにそれに止まらず、親しみやすさや地に足のついた姿勢にあると言われている。 公の場だけでなく、プライベートな一面を披露することで、ファンとの距離を縮めているのかもしれない。一方で、彼の人気は一部には嫉妬心を引き起こすこともあり、そのために避難や誹謗中傷を浴びることもある。しかし、それでも彼はポジティブな姿勢を崩さず、自身の SNS を通じて、ファンとコミュニケーションを大切にしている。 その様子がお散歩動画にも現れているようだ。ファンから寄せられたコメントを見ると大きな背中が男らしい、歩いているだけで絵になるといった彼の外見や姿勢に対する賞賛が多いことがわかる。また、偶然で会いたい、親近感があるというコメントからは彼との距離感が非常に近いことが伺える。平野耀は ファンに対して常に自然体で接しているため、彼に会いたいという願望が強くなるのかもしれない。平野志耀が公開したお散歩動画は、ファンの心をつかんで話さない一作となっている。彼の自然体な姿勢や親しみやすさが多くの人々に愛される理由であることは明らかだ。また、SNS を通じてファンとコミュニケーションを大切にする姿勢も、 彼の人気を支える要因の一つと言えるだろう。ジャーナリストとして、今後も彼の活動や魅力を追い続けることが、ファンとの距離をより近づける手段になるのかもしれない。平野仕様のこれからの活躍に期待が高まるばかりだ。